What's up, everybody? Welcome back to my channel. Hi, how are ya? Hey guys, welcome back to my channel. Miss Toxic here. 皆さんこんにちは、エミです。今日もご覧いただいてありがとうございます。さあ今日はですね、先日7月30日にジェフリースターコスメティックスから新しくローンチされたばかりの Pink Religion コレクションのレビューを行っていきたいと思います。で、今回のコレクションももちろんリッププロダクト出ているんですが、今回ですね、2種類計12色も出てるんですよ。なので、それもやっちゃうともう動画めちゃくちゃ長くなるんで、リッププロダクトのレビューだけ次回の動画で行いたいと思います。なので今日の動画ではリッププロダクト以外の全ての商品をご紹介します。今回もビューティーリッシュさんから商品の提供をしていただきました。ビューティーリッシュさん、いつもありがとうございます。それでは皆さん最後までお楽しみください。ではどうぞ。さあまずはですね、今回の Pink Religion Collection の目玉であるアイシャドウパレットからご紹介していきたいと思います。いやすごいよ、今回のコレクションのアイシャドウパレット、いきますよ。はい、こちらでございます。その名も Pink Religion Palette でございます。いやすごいの来たっしょ。この Religion という言葉なんですけども、これは英語で宗教という意味があります。なので Pink Religion、 ピンク教というのが今回のコレクションのテーマなんです。ということで、その Pink Religion にちなんで今回のアイシャドウパレットのデザインはご覧の通り、なんと聖書のデザインになってるんですよね。私だいたいこの帯ってどんなに可愛くても動画撮った後捨てちゃうんですけど、これなんかさ、捨てたらバチ当たりそうだよね。もうそんぐらい本物の聖書に本当に寄せてきてる。めちゃくちゃクオリティ高いっしょ。で、こちらの帯を外すと、このような美しいパレットが出てきました。見てこの刻印の細かさ。美しいの一言ですよね。でね、このロゴがね、ホロなんですよね。またね、これがジェフリーらしいよね。で、素材は合皮です。ビーガンレザーです。なのでビーガンの方も安心してお使いいただけます。ちょっとね、カメラでは実物よりも暗く映ってしまってるんですけども、実際はかなりのネオンピンクです。真ん中に大きなスターロゴが入っていて、その下にピンクレジェンと書いてありますね。でね、私特に感激したのがこのね、サイドの部分なんですけど、聖書ってこのようにページの外側を金の箔を使用することが多いんですが、それも再現されてるんです。このディテールすごいっしょ。裏側はこんな感じです。こちらも本当に聖書っぽく作られています。これのいいところは本当に本の形に作られているので自立してくれるんですね。なのでドレッサー上にそのまま立てかけられるので収納に非常に便利だと思います。さあそれではいよいよこちらの Pink Religion Palette の中身をお見せしようと思います。はい、こちらでございます。 I know I shouldn't say this in front of the Bible, but oh my god, like literally. はい、こちらは18色が全て新色のパレットでございます。結構ね、他のパレットと被ってる色とかね、今までも出てきたんですけども、今回は18色全てが新色でございます。内容量は 1.5g のアイシャドウが18色入っています。今回はメタリック3色、マット15色で構成されています。全てヴィーガン、クルエルティフリーです。で、今回の刻印の種類なんですけれども、まあ、いつものスターロゴをはじめ、十字架が起用されていますね。で、ちょっとね、カメラでは見にくいかもしれないんですけれども、この一番真ん中のディーバというお色の刻印は、ステンドグラスの刻印になっております。もうね、毎回思うんだけど、この刻印のデザイン一つにも、ジェフリーのこだわりが本当に感じられますよね。で、パレットのこちら側には、今ちょっと映ってますけれども、大きめのミラーがついています。で、ミラーの保護フィルムの他に、こういったプロテクターが別についています。さあ、それではいよいよこちらの Pink Religion Palette を使って、アイメイクをしていきたいと思います。ちなみに今回使用するミラー、
すごくないですか。十字架のデザインなんですね。こちらも私がいただいたのはゴールドのものなんですけども、本当はねピンクのメタリックがあるんですが、そちらはね残念ながらビューティーリッシュさんではお取り扱いがないようだったので、今回こちらのゴールドの方をご提供いただきました。ゴールドのクロームにピンクのクリスタルがついてるんですけども、なんかちょっとセーラームーンっぽくもあるよね。はい、ではまずこちらのシュガーセイビアというお色をソニア G クラシッククリースにとって入れていきます。こちらを小さい円を描くようにしてクリースに入れていきます。すんげ発色、何これ、なんか全然パンで見るより鮮やかに出ました。はい、こんな感じです。めっちゃ鮮やかだよね。続いてはこちらのセイントスターというお色を同じブラシにとって入れていきます。さっきのシュガーセイビアのエッジを、ぼかすようにしてブレンドしていきます。はい、こんな感じです。続いてはこちらのプロムナイトをソニア G ミニブースターにとって入れていきます。実はこちらのプロムナイトというのはジェフリーがミュージシャンだった時の曲名なんですね。ミュージシャンだった時からのジェフリーファンの私としてはかなり胸熱でした。こちらを先ほどシュガーセイビアを入れた少し内側に入れていきます。すごい発色、発色すごいし、そんで色がね単純に可愛い、めちゃくちゃ可愛いし、シュガーセイビアとの相性抜群。ねえやばい、めっちゃ可愛いこの色。続いてはこちらのディーバというお色をモーフィー E36 にとって入れていきます。はい、まず目尻側トン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 とこうスタンプを押すように乗せていきます。うーわ、すごい。今日使ってる色全部発色すごくない？そもそもジェフリーのアイシャドウってもう全部発色いいんですけど、遠くにでしょ。ほんでね、それぞれの色がね本当に相性がいいわ。本当綺麗なグラデーションになってるよね。すごくない？カメラでこれって実際すごいかんね、マジ。続いてはこちらのキャンディーカテドラルというお色を直接指にとって入れていきます。 What? いくよ。I mean, did you see that? Yo, Jesus. Like, literally, right? めっちゃかわいい。もうさ、指でさ、軽く乗せてこれですよ。すごくない？続いてはこちらのフロスティングカルトを同じく指にとって入れていきます。That is so cute.本当今までの色が相性良すぎ。下まぶたこんな感じです。はい、続いては下まぶたのアイメイクに移っていこうと思います。こちらのディーバというお色とこちらのビューティーキラーを混ぜてモーフィー M213 にとって入れていきます。こちらを目尻から3分の1程度に入れていきます。やっぱこのディーバっていう色いいわ。はい、ではアイシャドウ完成しましたので、つけまつげと下まつげのマスカラをつけて戻ってきます。はい、つけまつげと下まつげのマスカラをして戻ってきました。いかがでしょうか。パレットの使用感を含む最終的なレビューは動画の最後に行っておりますので、どうぞ最後までご覧ください。続いてはですね、ハイライターパレット、これご紹介したいと思います。こちらです。 Sacred Glass Extreme Frostパレットでございます。このエクストリームフロストっていうのはスキンフロストよりも、もうあの名前でもわかるようにエクストリームなわけです。すんギラギラなの。そのエクストリームフロストが3色入った全て新色のパレットというのがこちらなんですね。いや、まずこの外箱のデザインよ、めちゃくちゃ可愛いだろ。ステンドグラスのデザインですよ。これもなんかもったいなくて今回は捨てらんないかもわかんない。はい、そして中身がこちらです。中身もかわいいんだ。見えるかな、このアイシャドウパレットに引き続きこの細かい刻印が美しい。でね、中身が
めちゃくちゃ可愛いんですよ、お見せしましょう。はい、こちらでございます。めちゃくちゃ可愛くないですか。真ん中にはスターロゴ入りのハートが燃え盛っております。でこの左右にはね、そのハートから光がファーッと放たれているわけです。でこの上の蓋の内側にはしっかりとミラーがついております。皆さんお気づきだと思うんですけど、今日私わざとチークつけてないんですよ。レフリーが動画内でこちらをチークとして使っていたので、私も同じように使っていこうと思います。というわけでこちらの真ん中のピンクピューリティというお色をバイビューティーベイメイクミーブラッシュにとって入れていきます。ただね、こちらのハイライトって基本的に指でのせることを推奨されているので、ブラシでちゃんと入るかどうかちょっとね、わかんないですけど、ちょっとやってみようと思います。どう？あ、全然入ってねえよダメだこりゃ。はい、指にします。いやいや、これはやばくないか。ギラギラだけど、これチーク、ジェフリー入れてたけどさ、すごいことになると思うぜ。 Oh my god. Yo. はい、両方に入れてみましたけど、これはエクストリームですね。はい、そうしましたら続いてはこちらの The Glass Supper というお色を指にとって頬の高い部分に入れていきます。いや、これもすエクストリーム、いきます。見た、ちょっと待って、いいですは、なんかさ、濡れたみたいになってるよね。はい、こっちにも乗せてみましたが、見て、なんかジェルでも塗ったんかっていう。これパウダーでこれが出せるってすごくないか。ちょっとせっかくなんでおでこにも乗せてみようと思います。大丈夫、ちょっと待ってうーん、見た、マジ決定的瞬間だから。サードアイ開いちゃってる。一時はどうなることかと思いましたけどもね。周りをね、このようにポン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 とね、軽く叩いてブレンドしていけば馴染みますね。ちょっと顎にもやってみましょうか。すごい、これね、だからね、早い。なんだろう、普通のハイライトで、こんだけギラギラさすのって、もう本当に何レイヤーもやんなきゃいけないけど、これ本当に一発でこれなんで、早い、ありがたい。はい、では最後こちら、パーリーゲイツというお色を、こちらも指にとって入れていきます。こちらはこのように、この3色の中では一番白っぽいお色なので、鼻筋のハイライトなどに使っていきます。だから便利だっつの。一発でこれは便利よ。マジで。眉山の下。これ難しいな。お、いけるかな。いけたいけたいけた。で、唇の山の。はい、ということで3色、全色顔面に塗りたくってみました。いかがでしょうか。こちらも動画の最後に総合的なレビューをしておりますので、最後までご覧ください。冒頭でもお伝えしましたように、今回のコレクションではリッププロダクト2種類全12色出ているんですが、そちらはまた次の動画でご紹介するんですけれども、今日はですね、こちらのルックをコンプリートするためにリップスティックの中からこちらのピンクリリジョンを使っていこうと思います。はい、ピンクリリジョンつけてみました。いかがでしょうか。私ちょっとね、ごめん、やりたいことがあるの。さっきのこの Sacred Glass Palette の中からこのピンクピュリティというお色をちょっとね、アイシャドウとしてね、仕上げに使いたいんですけど、いいっすか。可愛くないわけがないんだ。あ、つけまつげつける前にやればよかった。ほーら、はい。ね。言ったでしょ。
可愛くないわけがないんだなこれ。はい、というわけでメイク完成したんですけども、今回なんとですね、こちらのコレクションでJC 初のセッティングミストが発売されたんですよ。それがこちらです。その名もホーリーミストね、聖なるミスト。はい、外箱のデザインこういった感じです。スターロゴをあしらった十字架が真ん中にありまして、その背後からですね、五光がパーッとこう差し込んでいるデザインです。はい、そしてこちらがホーリーミストの本体です。スケルトンピンクのパッケージをベースにクロームゴールドで十字架とホーリーミストと書かれています。こちらのミストなんですが、ドラゴンフルーツのエキスがふんだんに使われているので保湿力がかなり高いそうなんです。ちょっといつもの癖でものすごく振りそうなんですけども、振りません。いきます。ちょっと待って、めっちゃいい匂いすんなこれ、マジで。何これ、超いい香りすんだけど、美味しそう。はい、というわけでメイク完成しましたので、今日の動画でご紹介した全アイテムの最終的なレビューを行っていこうと思います。まずはね、こちらのピンクリリジョンパレットなんですけども、まあピンク好きは買いましょう。今回は18色中7色使ったんですけれども、今日使ったお色味は特にものすごい発色が良かった。もしかしたらこのパレット、今までの JSC のパレットの中で一番発色がいいかもしれない。7色も使えばそのうち何色かはパンで見るよりも実際の発色が薄いななんていう色ね、絶対出てくるんですけど、今回それがねなかったんですよ。むしろパンで見るより濃いみたいな。7色使って7色とも超高発色で、むしろパンよりも濃いっていうのは初めてだと思いますね。びっくりしました。まあ、ちょっと一つだけうんと思ったのが、JC のアイシャドウでは珍しく粉飛びが激しかったんですよね。ピンク系とか赤系ってどうしてもね粉飛びしやすいんですが、まあ、これに関してもマットメタリック関係なく粉飛びが結構激しかったですね。まあ、でもさ、粉飛びなんかさ、まあ、綺麗なブラシでちょっとやっちゃえばさ消えるし、私はまあそこまで気にならなかったですね。ただ JC では珍しいかなと思ったぐらい。これだけディテールにこだわったデザインで、あれだけの高発色のアイシャドウが18色も入って6000円しないんですよね。でね、皆さんお気づきでしょうか。今回ね、これはもうどう頑張っても使えねえだろうっていう無理めな色がないの。全部使えるっしょ、こんなもん。群を抜いて奇抜な色っつのがね、ないんですよ。だからね、これね、全然難しくないよ、このパレット。日本人女性の方でも、全然使いやすいと思います。もうこのデザインがさ、見てるだけでもテンション上がるよね。もう本当にね、持ってるだけでテンション上がる、このパレット。これはね、今までの JC のパレットの中で一番好きなパッケージです。これ毎回言ってるような気がするけども。毎回更新されるんだわ、そういうこと。うん。Pink Religion Palette。ぜひおすすめします。はい、続いてはこちらの Sacred Glass Palette なんですけども、これはね、だからね、一言で言うとね、便利。だってさ、ハイライト用のブラシいらないんだもん。指だけでこんなギラギラになるんだよ。便利でしかないよね。でね、3色ともめっちゃ使えて、本当に捨て色がないし、特に今の季節にはぴったりだと思います。パッケージも本当に可愛いし、持ち運びにも非常に便利なデザインです。エクストリームフロストって高いんですよ。まあ、単品で買うよりももちろんパンのサイズは小さくなっているんですが、それでもね、3色入って7000円しないというのはね、エクストリームフロストとしてはめちゃくちゃお得だと思うんです。なのでね、これかなり買いだと思います。おすすめします。リップスティックのレビューはまとめて次の動画で行うとして、最後こちらのホーリーミストですよね。これも、マジでいい香りするぞ。本当に美味しそうな香りがするの。で、これね、ミストが非常にですね、はい。優しい。こう、ふわー行くわけですよ、広範囲に。ビャッて行かないですよ。私ピンポイントになんかこう、直線でさ、こう、ビャッてくるやつあるじゃないですか。もう、あれ嫌いなんですよね。これに関してはね、全くそういうことがない。ワンプッシュで本当に広範囲にね、ふわーっと、まんべんなく行くので、そこがね、非常にいいと思います。で、こう、バシャバシャ振らなくてもいいし、そしてね、かなり、
高保湿です。今もかなり保湿されているのが分かります。この高保湿ゆえにしっかりとメイクをキープしてくれるんだろうなという印象ですね。こんだけいい香りするので、もうセッティングスプレーとしての用途はもちろん、リフレッシュしたい時にも最適だと思います。非常におすすめです。はい、というわけで以上がジェフリースターコスメティックスピンクリリジンコレクションのリッププロダクト以外のレビューでした。皆さんいかがだったでしょうか。こちらの動画楽しかったよ、参考になったよと思われた方はぜひ高評価をお願いします。そしてチャンネル登録がまだお済みでない方はそちらもぜひぜひお忘れなく。それでは皆さん、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Thank you guys so much for watching. I hope you guys liked it and I'll see you in the next video. Bye.